はい、本日はですね、令和元年7月5日金曜日です。場所は神奈川県、厚木市本厚木駅前におります。ただいまですね、参議院議員選挙、そして、厚木市議会議員選挙の真っ最中でありまして、今ですね、本厚木駅前のポスター掲示板の前におります。で、参議院議員選挙と厚木市議会議員選挙のポスター掲示板がありまして、今度はですね、参議院議員選挙のポスター掲示板の紹介をさせていただきます。参議院議員神奈川選挙区はですね、定数が4で、そちらに、立候補者が14人、定数4に対して立候補者14人の争いとなっております。はい。で、昨日がですね、参議院議員選挙公示だったんですが、14人の候補者に対してですね、ポスター掲示板が見ての通り、空白のところがあります。はい。ちょっと手元にですね、候補者リストを見ながら紹介をさせていただきます。はい。ですね、まず野木亮介さん、国民民主党で、佐々木さやかさん、公明党、社民党の相原凛子さん、はい、生き愛子さん、幸福実現党、5番はですね、ポスター貼ってないですけど渋谷光さん、無所属。6番もポスター貼ってありませんが、森下正勝さん、無所属だと思います。届け出番号7番、こちらもポスター掲示板貼っておりません。阿久津貴之さん、労働者の解放を目指す労働者党からの出馬のようです。8番ですね、牧山弘恵さん、立憲民主党です。で、9番ですね、NHK から国民を守る党、林大輔さんですね。NHK から国民を守る党のポスター掲示板はですね、東京都の選挙区以外はこのようにですね、汎用のポスターを使っております。日本全国ですね、東京以外すべて同じになっておりましてですね、このように名前の欄が空白なんですね。で、ちょっと後で名前の方を書かせてもらいます。林大輔さんです。はい。届け出番号10番、こちらもですね、空白になっております。安楽死、ちょっと待ってくださいね。安楽死制度を考える会から立候補されておられる、加藤智之さんです。で、10番、自民党島村大さん。次ですね、共産党の浅香由香さんで、13番がですね、維新から出馬されている松田重文さんで、最後14番、オリーブの木榎本大志さんになります。定数4に対して14人の立候補となりまして、そのうちですね、現職4人がですね、そのまま出ております。現職はですね、公明党の佐々木さやかさんと立憲民主党の牧山弘恵さんと、自民党の島村大さん、そして維新から出ている、ポスターは貼ってないんですけれど松沢重文さんになります。で、再度ですね、注意点といいますか、 NHK から国民を守るとですね、全国の、各選挙区でのポスター掲示板、このように名前が書いておりませんので、ですね、名前の方を、書いて空白になっているところはね、名前の方を書いていく必要があると思います。というわけで今からですね、名前を書いていきます。はい。林大輔さんですね、ちょっと一応漢字を、確認しながら名前の方を書きます。はい。
感じで、まあ、こんな感じでちょっと名前を書いていきました。ちょっとですね、油性のマジックじゃないともしかしたら消えるかもしれません。なんかちょっと滲んでるんですよね、今水性のマジックで書いたところ。はい、というわけで、先ほどですね、参議院議員選挙のポスター掲示板の方を紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。厚木市議会議員選挙、そして参議院選挙に勝って NHK をぶっ壊す。